ケロさん、はい、お願いがあります。なんですか。俺エビフライ大好きなんですよ。久保塚洋介エビフライ大好きなんすよ。何それ。なんか池袋ウエストゲートパークの久保塚洋介のキングみたいな俺いつも一人で作って食べてるんですけど、うん、やっぱ人に作って食べるのが一番美味しいんですね。人に作って食べて美味しいって言われるのがいい。いや、作ってもらって僕が食べるのが一番美味しいじゃないですか。自分で作ったらうまいじゃん。エビフライ作ってエビフライ作って。たくみ、ウーバーウーバーでエビフライ。いや100人前まで頼んだよ。100人前まで頼んだよ。なんと、え、本日は僕、うん、エビフライ大好きなんで普通のエビにしてもよかったんですが、リョップさんに超でけえエビ仕入れてきてもらいました。スタッカーとすぎて何でわからない。誰ですか。だーって自慢。あの料理人のリョプさんに、リョプさんに豊洲まで行ってもらって。豊洲まで。いや、それは分かんないですけど。分からんの。何なん。仕入れてきてもらいました。あの多分海とかに行ってる。え、海とかに行って取ってきてもらってる多分。マジ。はい。そんなせんでええって。リョプさん、そんなもうついこだてください。リョプさん、こちら。え、もうそれエビ。これエビ。もう嫌や。もうちょっと俺前回俺大変やったやん。いや、でもあの後俺マネージャーさん来たやん、自分の仕事の確認で。どうしたんすか、ケロさん顔真っ白ですね。前回のエビの撮影の後エビフライを作ればいいの。エビフライ作ってほしい。いや、でも大丈夫です、今回死んでます。え、死んでる。死んでます。うわー、よかった。ただちゃんとお亡くなりになられたエビですね。あ、そうあー、よかったです。エビちゃんの名前がですね、シータイガー。聞いたことある。海の虎ですよ。そうやな、あの直訳すると、うん、確かにちょっと分かんないです。え、なんか怖いクソでかいです。え、前回の何エビ。あれは車エビ。車エビ気持ち悪かった。車エビこれぐらいでしょ。え、そうやったっけ。いや、こんなんあったって。いや、そんなない、そんなない。あったな。こんぐらい、こんぐらい、こんぐらいで。こんなんがもうお前が塩うえってかけたらもうグイーン。俺んとこに。いや、もうあんな日にならないぐらいでかいっすよ。怖いって。だから俺はもうエビ食べられへん。はい。エビ食べられへん人からした見たエビはでっかいゴキブリやん。もうでっかいゴキブリを首ひっつかまえてこうやってちぎれって言うねん。怖すぎるって。いや、無理無理、触りたくないよ。いえいえいえってないやん。そうやー言うの、俺がそうやーって言ったのに。ないえいえ、何の検査やん。セイント、セイヤ、違う。ダララ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 悠々白書。あ、ギリ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 やったの。結構ギリやったの。ギリ出てくる。何やねん、このジャンプのページ見て、はい。脳内のもうエビやめよう。いやこれジャンプのそのラリーだけして終わる。しない一回見てみますか。肉ちゃま、みんなにも見せてあげよう。一回じゃあそっちに見せてあげて、カメラに見せてあげて。ブッサッ。びっくりした顔、ブサッ。そんな顔なる。ちょっとゲルさん、ちょっと向こう向いてて。いきますよ。たくみどう。いや、たくみどう。いや、ちょっとこう具体的には言わないでおこうかな。まだね。まだですよ。え、そんな、なにこれ。え、何してんの。たくみ、何。いや、もう、って。何、どうなってるの。お、すごいってこと、怖いってこと。これはね、本当にもう、はい、その亡くなってはんねんな。死んでます、エビちゃんは死んでます。よしもういい。じゃあこんな感じですね。嘘って何。一個エビじゃないの、袋入ってるから出す。見た目がエビじゃないの。もう出しちゃうか。まだですよ。なんだ、長これね。
秋田の生ハゲぐらい怖いっすよ。怖っ子供ギャン泣きやん。ギャン泣きますよ。生ハゲぐらい怖い。生ハゲのちょうど2倍怖いです。ちょうど足り2倍。ほんとそう、上以下でも以上でもないや。ほんまに無理やろ。俺ずっと無理って言ってる。無理やで。怖い怖い怖い。え、うわ何、怖い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 。何何何、たくみがうわーって言ってる。いや、いるんだ。そんなにビッグフット的な幻の生物みたいな。そうそうそう、いたんだ。そんななんか大きいってこと。それもすごい。今もうちょいで皆さん全員出ますからね。あ、出してるん。大集合中です。エビがもう まず俺見た目がもう無理やね。なんか生理的に無理なの。これ多分ね、ゲームさんマジ発狂するかもしれない。死んでるから良かったですね。ね、よかったね。本当に生きてたら本当にこれはダメだよ。そうですね、車の時点ダメなんだから。タイガーで、はいはいはい。それじゃあギョロさんに見てもらいましょう。いいですか。せーので、こっち見てくださいね、はいはい、せーの。あーあうわー赤黒無理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 。エビフライ食べたい、エビフライ食べたい。いや無理やわ、マジ無理やわ。あ、まあ無理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 。いや無理無理無理マジ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 で無理やわ。無理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 。触られへん、こんなん無理やって。一回ツンとしてから、ツンツンって。いや無理マジで無理。これまだほんまに死んでる、冷凍なんですよ。あーはー。なんでたまに生き返ることがあります。あかんやいやだって無理やって、マジで無理。 何をすればいいのこれで。油用意したからこうやってボンって入れたるから。ちょ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 、剥いてちょんポンポンつけて。剥く剥かないと。ほら何、剥くって何。エビフライ食べたことないんですか。いや、ありますよ。こんな殻のまま出されないで。やだー。え、何、どうやって剥くん。いや、もう普通に溶いてる。これを手で持って、はい、一回ちょっとじゃあまな板と包丁持ってきてもらいましょうか。いやーすごいよ、顎の下。いや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 。ドゥルン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 。ちょっと本当に上手なんじゃない。上手なんじゃない。いやでかすぎ、でかすぎんご。これでかすぎんごでしょ。これシータイガー、海のトラ。はい、一回じゃあお手本見せてあげよっかな。そうそう、だって俺分からへんもん、どうしたの。まあ確かにそれはちょっとひどかったです。それは僕にも気がありました。イカつくな言い方。何やこいつ。確かにね、そこは謝ります。そこはって強調してるのムカつくな全然こいつ悪いと思ってへんやん、うん、見ろこの赤黒いこれ、ほらこれ。うわっまあちょっとサムネ的にも。あーゾワッとした。頭はね、残しとこうかなと思って。あーはいはい、いいですね。頭残ってた方がちょっと豪快に見えるんで。指をちぎるんやな、指というか足を。ちょっとこれへん、ごめんなさいね。そうしましたら、すごいね、もう普通ですよ。あらほら、もう綺麗に取れるんだね、つるるんと。いや魚屋さんはすごいよ、これ毎日やってはるもんね。こう慣れるんやろうな、でもな。そうですね、感謝やな、感謝、今日は感謝、感謝、感謝。え、それ身、これ身でかすぎる何これ。いや見たことないでしょ。ない。いや正直ね、ちっちゃめの伊勢エビより全然でかい。何このでかさ。何このでかさ。高級エビ。いや言う、まあでも通販で買うとちょっと高いけど。ちょっとなんや、車エビの方が上。高級度で言ったら、高級度で言ったら車エビの方が全然上。そうなんや。市場とか行くとたまに売ってます。あと冷凍で結構ね、魚屋さんにもあったりするんで、シータイガーありますかって聞くと案外あったりする。
で、こうね、剥くと中にこのビロロロロンっていうこの綿みたいな、綿みたいなね、ありますので、これ取ってもらいます。ひぇー、意地悪されるよ。俺からしたらほんまにもう未知の生物を解剖するみたいな。未知じゃないですか。で、これね、これ、この下の筋をこうやってピシピシピシ切ってくるんです。なんでなんですか。丸まっちゃうんです。まあでも生きてないだけでだいぶマシやわ。あ、いけます。生きてないだけでな。車エビとどっちがしんどいですか。全然車エビ。だって生きてたもん。あ、そうそう、生きてたやつを殺せって言うんやから。はいはい、ね、こう切りました。下したら縦にして上から押す。 OK。 顔怖。このようにしてほしい。え、でも上げるだけ。あとはこれつけてピシッと上げるだけ。あ、そうなの。え、頑張れるかも。じゃあ次ゲロさんの番ですよ。触らなあかんねん。なんでもな。はい。なんやそれ。それは自分で言っててびっくりしたよ。触らなあかんな。当たり前じゃないですか。こちらから入れていただいて。はい。ひとまず剥いてくれればもう今回は結構もう序盤で終わり。俺さ、前回のなんか動いたよ。前回の今日これあんまないねんけど、どうやって終わったんやったっけ。俺やらんかったよ。リタイア。この前料理して、はいはい、最終的に俺何もせんかったよ。リタイアしあーって言って1時間ぐらい経って終わってる。はい、ずっと俺はあのゲロさんが振りをし続けてるんだと思ってて、それに乗っかってったら怖がってる振りしてると思ってた。そうそうそう、徐々にイライラしてきて無理だっつってんだろみたいな。そう、1時間無理だってみんなまたまた、はい、どうぞどうぞ、はい、無理だっつってずっとやってる。じゃあゲロさんは1個だけ。なんでなんでやねん、もう1個くれや。でもいけそうだったでしょ。抜くだけですもん、ひとまず。ああ、お願いしまーす。硬いよ。ん、あっ。なんでどうしたんですか。あああいや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 、エビもほら早くさばいてほしいなって言ってますよ。ああリタイア。いや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 、早い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 です。ギブアップ。なんなんなん、涙涙のギブアップ。なるほど。ピョン。もう今のでやめ、もう今ので終わり。もう今のでも緊張で崩れてた。タグミスロー再生してくれ。パウン。俺もう目つぶってるからもうってなっちゃう。電気明日みたいに。いいですね。本当に今俺爆発したのかと思った、エビが。お客様が お喜びです。今ド S の、はい、ド S のチョモラの皆さん。なんそれほんまに。まあ、大丈夫大丈夫、ピンやめろほんまに、はい、ピーヤー。ごめんなさい、ダメ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 。足もぎましょう。あっ。コーラの間気持ち悪い。指入った。ごめんねエビちゃん。兄さんやめて。もうアフレコすんなよ。兄さん。シータイガーアフレコやめて。なんで俺のこと兄さんやばい。後輩やったよ。俺のこと忘れちゃったんですか。誰やねんこいつ。勝った。ここ見た。何？ビラビラ。そこのビラビラ。キャッチャーラ。キャッチャーラこれ。キャッチャーラ。もうびっくりすんでた。ほんまに気持ち悪い、こっちも。びっくりした今、頭痛。もぐよもぐよ、もぐましょう。あ、もうなんか力入れ。
ごめんね。硬っ、硬くないよ。違う違う、そこ持ったらほら甲羅まで取れちゃうんです。エラ出てきちゃった。え、怖い。エラえ、怖い。エラいいっす。じゃあもいでも、もう甲羅エラごと、こっからもうブチュって半分にしちゃってもいいっすよ。おお、ゴミ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 、イテウォンクラスみたいでした今。そうだな、はい、この辺も。うわ、何やこいつ。普通にもう殻むいちゃいましょう。足もがなくていいんですよ。横から手入れてグレインってしちゃえば取れます。おお、でもいってますね。お、休憩休憩。硬いんだよ。おお、うまい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 。そう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 。ごめんね、エビちゃん、エビちゃん。おお、うわあ、痛いよ。めっちゃ綺麗になったね。プリンプリンになりましたよ。もうここまで行ったらこっちも取っちゃいます。え、なんで話、いいっすよ別に。話しようよ。ここ本当は残したかったけど、まあいいや。うわ、むずい。まあいいや。なんで俺こんな文句言われなあかんの。俺さ、まあ、俺のイメージ通りじゃないけど、エビフライ食いたいってさ、俺こんなに頑張ってお前にエビフライを食わせようとしてるのに、はい、うわ、こんなことしたかった。めちゃめちゃなんだよ。なん、何してんすか、マジで。一回開けて見てみちゃいます、中。うわ、プレデターやでもこの大きさはね、プレデターワンや。俺でもちょっとキモいって思うもん。ごめんな、もう早せえってみんな思ってるよな。あああ、やめて兄さん。なんやその音は。どやおれ、どやおれ、こうちぎるの。いや、まあ普通に手でブニュってできる。だからどうしたいの、ここを取りたいの。いや普通もう半分にするだけですよ、引っ張るだけ。ちぎるの。うん。なんでそんなんせなあかんの。なんでそんなんせなあかんの。あー、なんか出てきた。包丁じゃダメですか。ダメです。なんでや。理由はなんやねん。ブニュってなんか出てきたで。やがさっさらビズイガーガー。母さん。いや、ちょっともぐとこ違いました。もうそこじゃないよ。ここそうそこ、ね、ごめんね。はい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 、はい、うわ、すっごい匂いだわ。したらエビをこう、こうこうね、お腹のところ。あ、もう別に怖くないよ。ほんとですか。もう顔がないから。もうそうそうそう。で、中にね、背わたとかね、そういうのが入ってるんで気をつけてくださいね。はい、はい、開いてもらうと、中に。あ、そんなやんなくて大丈夫。これですね。はい、うりゃ、あ、あんま入ってない。あ、そうそうそう、うりゃ。ありがとうございます。おえって言ったんですか。言ってないです、言ってないです。そしたら足の方を普通になんか細かく、そうそうそう、切れ目入れていっていただいて。こんな感じですかね。お、もうなんかいけそうですね。ここまで来たな。おえおえ言ってたらね、これ食べてる人に失礼やから。う、ね、もう一回縦にしてもらって、はい、上からちょっと潰すイメージですね。そうするとブシッ。あ、なんかギュムギュム。そうそうそう。エミちゃん、美味しく食べるからね。オッケー。姉ちゃんが、はい、これで下準備完成。ありがとうございます。あとそれを2回やります。もうええやん、もうええて。あげよう、あげよう。これそんな食べへんやん絶対。食べる人特に食べたいですね。ちょっと、はい、食べたいです。2尾2尾あるやんけ。いや、長いて。お願いします。え、エビほら尻尾残ってるのまだ作ってないです。あらーな、それめいちゃんが作った。何が違うねん。
何が違うねん。ゲロさんが作ったの食べたい。そうだよ、ね、さんが作ってくれ、はい、今何分や回してカメラお前。30分。長いって。お前これ早送りやって。これかこっち置きます。あ、そうですね。じゃあもうやるで。おいっすか。いや、あと一味だけな。じゃあ食えよ。いや、食べますよ。食えよなあ。いや、はい、ここが嫌や。これ顔が、足がもろもろしてるのが嫌や。おー、すごい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 。今初めてのお使いの BGM 俺の中に流れてる。俺もね、必殺技見出した、はい、目をつぶる。もし間違えて赤子の手を引きちぎってしまっていたとしたら。さあ、それではね。足をね、ちぎっていきますよ。うりゃどりゃどりゃ。え、ここ残すんだよな。残したい。え、ちゃんとできてるよ。やっぱ本当にこう生きてるとこうお亡くなりになってたらだいぶ違う。やっぱお亡くなりになってる方が断然楽だよ。うわ、これ背わたすごいと、ほら、うわ、すごいの取れた。これ何なんすか。それ何なんでしょう。これがもうあったら匂いがすごいんや。これ匂いすごいですね。ここの綿がね、先生取れない。あ、いいですよ、そこは、うん、あ、いい、はい。いや、でもなんかゲロさんがエビさばけるようになってるの感動します、なんか、うん、おー、はい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 。うわー、ちゃんと。おー、はい、じゃあこれで賛美。確かに、なんでピンときてへんの。え、なんでピンときてへんの。賛美賛美賛美。え、おいらは、え、おいらは、え、おいらはって言ってます。今ゲロさんの方見て言ってんじゃないですか。喋ってんじゃない。ちょっと待ってねー。おめえ黙れ。うるせえの。これもやった方がいいの。ちょっとやっていただけると嬉しいなーなんて思いますけど。まあさすがに慣れてきましたよ。あ、本当ですか。はい、おー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 。おかしくなった。おー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 。カラー取ります。おー、うまいうまい。ごめんね、全然当たんない。え、ないよ。どっかにいるはずです、透明で。本当？まあ、いなかったらいないで。あ、足に落ちた、足に落ちた。ニクチャマ、ゆきさん、はい、動画回ってますよ。おーい。さあ、エビちゃんを洗ってきましたので、ちょっとね、これね、油なんで水がね、本当はない方がいいんですけど、このキッチンペーパーがないんで油飛びます。本当はキッチンペーパーでよく水気を拭き取ってください。ちょっとないのか、切れてるのか。はい、ちょっとティッシュで拭いちゃう。まあ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 、鬼のようにティッシュがついてると思うんですけど。はい、大丈夫。そうしましたら、ここに、ブシュッ。そうしたらそのままこちらですね。やりましょうか。お、いいっすか。これ、まあ、これと、ま、作るって言っちゃったから、全く同じことをしてほしいんですよ。これと同じことをしてください。わかりました。顔の方はつけなくていい。顔とか尻尾とか、そう、つけなくて。一回顔ですけど怒ってる。俺食べられへんからな。え、ひとかけらも、ひとかけらすら食べられへんじゃん。ちゃんとだけだったらいいんじゃないですか。ブリブリブリ、即アナフィラキシー。まあ、もう対戦ありがとうございました状態なんで。あ、もう大丈夫。はいはい、尻尾の方もちょっと拭いていただけると。ここつけるよ。はい、もうたっぷりつけてください。ドリップして、ディップ。よいしょ。でもめちゃくちゃパン粉つけてください。ふわふわじゃなくてギュッてつける。あ、そうなの。はい、ギュッ、こうやって。あ、新鮮だね。なんかゲロさんがこうエビを拭いてる姿。エビを一番食べれない男が、うん、これもドローン。はい、全部入れちゃって大丈夫。そしたら、はい、温度できましたんで。ありがとうございます。こう縦になるんで、そのままシュッと置きたいですね。縦にいきますよ。はい、お願いします。いいっすね。いきますよ。めっちゃいい感じっすよ。いい感じ。いけ。え、めっちゃいい感じよ。ガスボンベのボンベが切れたんでキッチンに移動しました。
切れちゃいましたね、はい、しょうがないです。ちょっと温度は下がったものの、もうほら油に浸かって、あらあらあら、嬉しそうな表情しておりますね。いつまでエビフライ食えたんですか、デブさん。中学校1年生ぐらい。ああ、その時は好きだったんですか。いや好きだった、カニも好きだったし、カニ、ね、カニなんか出たらもうごちそうだったよね、カニ鍋とか。最高っすよね。最高、エビフライも大好きだったし。エビフライ上がりました、ありがとうございます。めちゃくちゃええよ。大好きなんすエビフライ。おかしくなっちゃう、こんな食べたら。食べたら、あ、頭取れちゃった。おい頑張ったのに。しゃあないな、それは。あ、まあ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 、ええー、色や。もうっていうか匂いええな、こんだけうまそうなんや、出来上がったら。ええー、匂いやな、食べられへんけど。洗い場のお母さんみたいな。洗い場のお母さん、めちゃくちゃ洗ってくれてる。すごくない、食べられへんねんこれ。こんなに美味しそうなもの、こんなに美味しそうなもの、できた、完成しました。ありがとうございます。肉ちゃま、いやなんか不思議だけど、なんかやってよかったなって思ってるな。うわ、あ、ちょっと俺が頑張ってつけた衣、あーもう、いやもうこれはもう難しいんで、でかすぎる、はい、巨大エビフライ、すげえ、完成しました。あー、よかったね。ぜひ食べてよ、じゃあ頑張ったから俺、うんって言いながら頑張ったよ。努力の結晶ですからね。ちょっとね、はい、お見苦しいところを、ね、お見せしました。いや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 、すいませんでした。もうありがとうございます、もう本当に。では実食されていただけるとありがたい。その言い方面白い。実食されていただけると、じゃあ実食させていただきますね。お願いします。じゃあこちら、こんなでかいエビフライ、ちょっと今日タルタル切らしてたんですね。ああ、そうですね。タルタル切らしてたんで、ちょっと中濃ソースをとろっとかけまして。中濃でいくんだ。え、そう、え、中濃じゃないの。もううちは本当タルタル一択やったな、昔は。あ、まあ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 、いただきます。どうぞ、熱いから気をつけて。すげえ、うまい、よかったー。うまいか。うめえな。えー、うわ、うまそう。えー、こんなうまい食べ物あんの。いや、あかん顔やで。どっちか言うたらあかん顔やで。うまいの。あ、そう。どんな感じなん、ブリブリ、サクサクみたいな。ブリブリ。へえ。もう、まああんま言えないですけど、お蕎麦屋さんとかエビ天とか超細いじゃないですか。もう確かにちょっとこうスラッとしたエビかもな。衣めちゃくちゃついてて、実はなんか細いやつやつ。あ、そういう感じなんや。衣が多くてもうサクサクばっかりで、はい、プリッとしてないと。逆に詐欺っすね。ああ、もう、え、こんなに衣ないみたいな。ほぼエビ。よくなくない。クレームにも取れるけど。いや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 、こんなに衣ない。まあでも身がでかすぎるから。でかすぎる。これうまいよ。あ、ほんとよかった、嬉しい、頑張った甲斐があるわ。うまい、ビール飲みたい。合うだろうね、はい、こんなに濃いの。うわ、綺麗に食べて、衣がまたいいの。うまい。エビフライ俺最後食うたの14とかやから、もう23年前とかですか。もう覚えてません。こんなにうまいエビフライ食べるの初めて。え、ほんとに、はい、そんな嬉しい。もうこれもうザクザクね、もう音がもうすごい、うん、ザクザクって。ちょっと匠食べてよ。いい、せっかく俺がお前がもうわがまま言うから俺頑張ってるっすよ、余計によ。おめえがなんか俺の分もよ。俺も食べたいです。尻尾がどうだろう。食べたいです。なんか俺も尻尾がどうだろう。そんな声か。じゃあ食べてよ、じゃあ。ちょ、いただきます。これ一緒に食べだな、これ一緒に食べだな。いや、中濃ソースやっぱうまいね。うまいか。中濃なんだ。あんま。え、中濃ソースじゃないの。なんか揚げ物系。やっぱりタルタルやろな。タルタルか、マヨ。西日本やからかな、あれ。いや、タルタルももちろんつけますけど。でか。エビめっちゃでかい。でかすぎるだろ、これ。どうなってんだよ。美味しい。
うまいですよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当に作ってくれて。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ラゲオさんにエビフライ作ってもらっちゃった。いやなんか僕も良かったですよ。なんか一つこう、はい、苦難を乗り越えられたような。あ、そうですか。自分のこのウィークポイントをこうなんかこう乗り越えたような気がします。うん、生きてたら多分まだ無理なんですけど。死んでるエビだったら調理できるんで今後、はいはい、エビフライできますんで僕嬉しいな。じゃあ次回ザリガニ編で。ザリガニ？もうザリガニ。お会いしましょう。え、でもザリガニちっちゃいからね。いや、ちっちゃいで全然。え、なんかあんの？いや、だってこっちの方が絶対怖いやろ。ザリガニって一匹とか食べない。ってこと？30匹、40匹ぐらいよ。シンプル、めんどくさ。怖いとかじゃなくて、シンプルだろ。